こんばんは。今日はですね、スケジュール帳を使って今動画を計画しているので、まあ、そのことについてお話ししたいと思います。まずね、最近ね、結構ね、私的にコンスタントに動画上げられてるなと思ってて、なんかその秘訣というか方法がありまして、実は、じゃーん。これ見てください。めっちゃ可愛いノートを実は作っております。このね、まーちゃんと一緒に写ってる可愛い写真とか、ズンと一緒に写ってる可愛い写真、それから、このまーちゃんの可愛い写真、そして自分のセーターの可愛い写真をここに貼って、ちょっとモチベーションを上げつつ、このね、無印のこういうリフィルの、こう予定を書けるね、ノートに、YouTube の更新する予定を書いてます。ちょっとお見せすると、こんな感じで書いてます。ちょっとちっちゃくて見えないかな。なんかね、でね、更新ちゃんとね、アップできて、放送できたら、シールを貼って、ご褒美のシールを貼ってます。なんで今日はね、このスケジュール帳を使って動画を計画っていうここ、この動画を、まあ一週間前のここで撮ってるってわけです。はい。こんな感じでね、ちょっと YouTube ライブは金曜日にしようかなとか、まあできなかったらなんかちょっと線引いてこれ予定が入ったよとかね、そういうの書いたりね。して、ちょっと計画的に YouTube 更新を最近しております。で、次の月も一応ネタが思い浮かべば、ちょっとこうね、予定を書き込んだりしております。で、このページの後ろには、この前のね、ポッドキャストした時の、なんかネタ帳というかね、メモ帳というか、それを書いております。ポッドキャストとか、まあ、うつの対策について考えた時のやつとか、ピが得た学びをシェアする会の時の原稿であったり、書いてます。っていう感じでね、この一冊の YouTube ノートをつけてます。なんかこれつけるようになって、なんかめっちゃモチベーション上がってます。まあ、どこまで続くかわからんけどね。めっちゃモチベーション上がって、YouTube に対する、なんていうか、やる気めっちゃ出てます。なのでね、YouTuber のみんな、ここを見てるみんながね、全員が YouTuber じゃないと思うんだけど、YouTuber で、YouTuber まではいかなくても、YouTube ね、で、発信してる方で、なんか、みんなね、多分もっと計画してやってる人もいっぱいいると思うんだけど、なんか、どうやってやっていこうかなって悩んでる人は、ちょっとね、こういう手帳にね、書いてみるっていうのも一つの方法かなと思います。私はここに書いてみて、で、なんかちょっとご褒美シールとか貼って、めっちゃやる気出てます。ちょっと単純なんかもしれへんけど。あとはね、なかなかね、ネタがね、私、編み物もするんやけど、なんか編み物してない期間も結構長いからさ、YouTube で何し話そっかなとかいつもね、結構悩むのよね。だから、なんか、こういうふうに、次何言うとか、こう、見えてる方が、自分自身も私自身、結構、先が見えないと不安になるタイプだから、あ、次これやればいいんだっていうのが分かってると、すごく、安心して、なんか取り組めてる気がします。なんで、行き当たりばったりでね、撮ってる時もめっちゃあったんですけど、こんな感じで、まあ、10月、9月の後半くらいからかな、これをやり出したのが。で、なんか、10月入ってもちょっと続けてできてるので、一旦、このやってるよっていうのも動画にしてみようかなと思って、今、撮ってるとこです。はい。なんでね、いつもね、何撮ろうかなーってなるんですけど、まあそれをここにね、
思いついたら書いて、で、ちょっと先の方の動画を撮ってみたりとかね、したり、ちょっといろんなことにチャレンジしてみてます。だから、ちょっとね、もう11月の動画もね、2つほどもう撮ったりしててね。だからちょっと、なんかいきなり11月の後半に半袖で出てきたりとか、ちょっと季節外れみたいな動画も出すと思うんですけど、まあそれはちょっと前々から撮ってたんだなと思ってもらえたらありがたいです。こんな感じで、手帳に YouTube 動画の計画を立ててつけております。はい。っていうね、ご報告でした。皆さんもね、もしよかったら参考にしてみてください。まあ YouTube だけじゃなくて、なんか、いろんなね、まあ普段の予定はスケジュール帳に書いてるって人もいると思うけど、私ね、普段の予定はね、スマホの方に書いてるので、こういう紙で書いてるのは、この YouTube の手帳だけ、これだけなんですけど、はい。あとは、こっちのロールバーンに、なんか思ったこととか、なんか考えたことをバーっと書くような、何でもノートみたいな感じでこっちは使ってます。お絵かきしたりね。それもこっちに書いてます。はい。ということで、今回は、YouTube をこのノートを使って管理してるよっていうお話でした。はい。じゃあこの動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。